あまたなくなってる宝石。え、最近じゃなくなってんだよ、ここ1ヶ月ぐらい。毎日しかも。わかんない。プラモ、ダイヤさ、まんべんにあったのにさ、2個しかないよ。だって2個しかないじゃん。2個。てか、なんで後ろ2個残してんの。なんで。取ったり、写真チャンネルが。いや、取らないよ。てか、そもそもそんなまんばんないよ、絶対に。なるかみだから。確かに。なんで僕集めたのに。じゃないって。どうしよう、また取り行かなきゃいけないし、めんどくさいし。まあ、なんでもいいんじゃない。あ、てか、監視カメラ見たら、これね、映ってないの。すごい、そんなのつけたの。誰がつけたの。俺さっきつけたよ。さっき、さっきじゃ遅い。あ、そっか。まあ、なんでもいいや。なんでもよくない。いや、だって関係ねえ、もうだ俺。あー、映ってるわけだよ、さっきだったら。絶対。まあ、一応見てみるけど。だって俺ないって。俺じゃない、俺いらないもん、だってなるかみのダイヤ。てか、師匠もいないし、うん、最近1ヶ月。いるでは全然いない。確かに。嬉しい。じゃあ見てみるよ。嬉しくない。嬉しい。嬉しいの。嬉しくない。嬉しくない。やったー。じゃあ見てみるね、今からカメラ。いや。予定通り入ってきたんだぜ。俺様のスパイだぜ。何が住んでいるという人気につけた。さて、何が入っているかな。はあはあはあ、あ、こいつ何だよ、何だよ。こいつこんなことしか隠してねえのかよ。ダイヤモンド一タックも。おいや、待って。ま、でもこいつのことだから、たくさんもっと隠しているんだろう。まあ、明日ぐらいか。明日はさすがに無理か。また1週間後に遅いに来よう。なんか来てたんだけど、さっきつけたばっかなのに。あの、記録は残ってるよ。俺これだいぶ前にやつけてたよ。あ、そうなんだ。一回取り戻したってことね。そう。なにこれ。てか、スパイカゼ、なんか師匠に似てたけど顔。カメガゼ、違うのかな。カメガゼに似てた。うん。いや、あいつはな、スパイ風は実は神風じゃないんだ。そうなんだ、師匠と違うんだ。俺ん家にもめっちゃ盗みに来るし、神風ん家もめっちゃ盗みに来るらしい。だからダイヤ2個しかないんだって言ってるけど、多分神風。多分。あの、そうやって嘘ついてる神風が。そう。師匠でも嘘つくのあんまりお上手じゃないからね。でもね、あいつは気をつけろ。あいつはな、ただものの、ただのスパイじゃない。本物のスパイだから。本物のスパイなんだ。え、じゃあお前の気もなくなってるってこと？まあ、なんかいつも口調違うしね。俺様は冷静だとか言って。確かに。じゃあ分かった。僕もその経緯に示して、今日夜中中、今日お昼の間に僕さ、ここのお家あるじゃん、今。うん。どんどん上にさ、僕さ、セキュリティ作ってくれじゃん。お昼のうちに、今から。いや、頑張って、それは。うん、頑張る。てか、やっぱ盗まれてたんだ、僕たち。このチェストも破壊して、上にだから置いとく。仕掛けいっぱい。気をつけろよー、スパイ風は。はい、じゃあ、一緒に作るんだよ、てか。おやだよーだ。やだやだ、あ、また。じゃあ、後でお金あげる。100円。やったー。ちょろーい。さあさあさあ、夜になったよ。見て、ここすごいでしょ。いやー、これはだいぶ家増築したな。ね、これほとんど C チャンネルがつけたんだけどね。僕、この地面だけ、最後の。めえ。じゃあさ、早速さ、これカメラつけといたからさ、あらゆる場所に。これ見てさ、待ってようよ。来るかわかんないけど、今日。あ、オッケー。静かにだよ。大声出しちゃダメだからね。俺写真撮っていい？スパイ風の。はい、あれさ、わかった。C チャンネルはさ、こそこそ来たらさ、後ろからついてってさ、写真撮ってきてよ、じゃん。上来るまでに。できるかな、それ。バレたら、もうしょうがない、そしたら。じゃあ、早速ね、待っていこうと思うよ、カメラ見て。はーい。あ、来たスパイ風だ。扉が開いてるな。
来たんだ。ああ、今日も再チャレンジといったところか。なんだが、子供たち宝箱がなくなっているじゃないか。そう、もう嬉しいですよ。だからね、じゃあもらっていこう。あっ、スイッチ。リカジュ、まあ、大切なものはこの2つと。あっ、入った。証拠写真、証拠写真、ほら、これを警察に届ければ あいつ捕まえれると。本当だ、すごい。このまぬけ面、まぬけみたいな。師匠と同じ顔だよ、ほとんど。証拠もとりあえず取れたからね。あとは監視カメラで見とこ。ここで見よう。俺様はいたって冷静神社で、まずこんなところに冷静神社で、ズルしても弱いぞ。いつもこうなのこれ。いや、いつもこうだよ。いつもこうなんだ。あとまぬけだ。よし、いいだろう。ここで、こっちに飛ぶといったわけだ。お、すごい。なんかこれは、おぉ、透明なブロックがあるの。なんか、おかしいな、このセキュリティは。おい、おしやすいんじゃないか。ところどころカメラ目線で喋ってくるんだね、このスパイカゼさんは。カメラいけない。バリアブロックちょこちょこ置いてあるからね。まあしょうがない、こんな簡単な静止服に手を焼いてる暇はないんだぜ。こういった方がいい。あ、すごい、うん、よーし、やばい、クリアされちゃう。ということは簡単に突破されてもいい。おー、下手くそだ、やっぱり。おまぬけさんだ、やっぱり。あ、頑張って、頑張って、よし、ほんま勢いよかったんだ。危なかったんだぜ。うん、しょうがない。次はね、絶対クリアできないから。ここはリーザーたくさんゾーン。これはもしかすると C チャンネルが作ったんじゃないのか。こっちのことをもう覚えてんだね。めちゃくちゃ名前やわね。怖いから、ね、スパイカゼ。確かにダメージ食らっちゃうからね。うまいやっぱ。てか戻ってくるのが早い。死んでもすぐ戻ってくる。え、早い早い。え、早すぎる。やばいやばいやばい。なんて簡単なアセスくんだ。怖すぎるぞ。やばいやばいやばい。来てる来てる。待って、行った行った、待って、行った行った、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 行った。ちょっと証拠写真も。あ、もう写真も見せて。もう2個、2個あるよ、俺。よかった、ちょっと待って、ちゃんとスパイしてくる。お上手だ、ちゃんと。あいつ強えんだよ。舐めてた、舐めてた、僕完全に。だから倒すしかないよ、俺たちが。え、武器何持ってるし、チャンネル今。武器これしかないよ。ブルーと思ってないんだよ。僕も舐めてて、木の剣しか持ってきてないぐらい。どうしよう。ああ、いや、やばい。俺一緒に来んだけど。あ、でも、さらに、おいで。こうやって塞いどく。来ないで、行った。ダメ、諦めの悪い人だ。うるせえぞ、こいつら。
こいつめっちゃ突破しようとしてくる。てかスイッチも取ったのがよくない？普通に考えて。スイッチ奪うためにお前スパイするな。あっち行け。ドリルで答えてくる。ドリルで喋るタイプだ。ドリルがお口です。まあ、僕は多分勝てない。さすがにこの装備じゃ。いやもうやるしかないんだ。だからこの仕掛けに僕は託す。あとは戦って。え、あーそうあるんだ。そう、これはお楽しみ。最後のここで行ったらまずいじゃん。いいだろう、ね、かかってこいよ。さあスパイクーズ行こい。うん、じゃあな、今から警察に。